どのぐらい綺麗？綺麗な子。くっつかない。うん、油引いてません。100円ショップ、ダイソー。あ、これか。そう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 。ダイソーが違うの。ダイソー。本当にくっつきません。うん、こういうのは100円ショップでいいよね。うん、ペグはやめて。ペグ折れました。だって食べちゃったんだもん。美味しいですか？美味しい。はい。すごい美味しいね、パン。うん、卵も美味しいね。うん、
購入して2年が経つ、ビコルソの運転席に、北海道館、アイヌモミョウを、飾りたくて立ち寄りました。ここはマザーズプラス、白老町の自然豊かな農場で、自然の飼料と水、最良の環境で育てられた、鶏の卵を、その日のうちに運ばれています。店内では、新鮮卵、ローストチキン、スイーツやコーヒー、日替わり弁当などもあります。どうするの？うん、おいうまい。安く新鮮に、をモットーに、鮮魚や青果などの10店舗と、11の飲食店が入る、海の駅、プラット港市場。ここ、トマセンの味北の板さんは、新鮮メタのお寿司、ホッキバター炙りや、ホッキカレー、ホッキ飯などメニューも豊富。今日はホッキの刺身のテイクアウトを、お願いしました。巨大メロンクマがシンボル、夕張市の右京名産センター、1階には夕張メロンの直売やお土産を購入できる特産品販売、2階のメロンのテラスでは多彩な料理をランチビュッフェ、夕張メロンも食べ放題です。見てる？じゃあ、すごい美味しそう。うまい。
新鮮。あ、貝柱。貝柱も入れてくれたんだ。すごい。これこれ。あ、おいしい。じゃあ行こう。うめえ。まあんだけあったらどこ入ってか分かんないよね。分かんない。ほんと分かんない、うん。ここはでも、いろんなテイクアウトなんか、できるって書いてたんだけども、だってお刺身ってメニューにあんのかな、そんな今回刺身だけにしてもらって、うん、なんか無理言ったんだけどやってくれて、うん、心よく。これ挟んでみてから夜中に痛くて起きなくなった、股関節必ず夜中にね、じわーって痛いというか痺れるというかがね、襲ってきてね、もうどうしていいか分かんなくて、どうしようって、こっち向いてもそっち向いてもダメで、でかけてる布団をこう手繰り寄せてこうやって挟んだりしてたんだよね。分かる分かる、うん、こんなちっちゃいんだけどね、ちゃんとなんていうの、ちゃんとここっていうところに挟まってくれてればね動いてずれたりしたら、まあ、起きるけど、いける。わかんないかもしれないけど、舞茸も混ざってない。あ、別だよ。いえいえ。いいな。いいね。アメルツみたいな、これあの、なんだっけ、トーマの道の駅の甘酒の瓶。ああ、いただきましょう。ホッケはどこに入れた、これか。あぶん、シャキシャキ感がすごい。うまい。うまい、ね、うん。お茶も言ってたもんね。今がうまいんだ。どこの？ああ。すがさん。おいしい。うん。もうちょっと煮詰まれば、もうちょっと味噌濃くなる。これ？けど味噌は合うんだよ。うん、合うんだね。言ってたもんね。うん、味噌みたいな。あれ買ってきたいね。もう一回やりたいね。こっち来る。こんなに？これは無理でしょ。まだこっちでもいいよと。その このぐらいと？うん。そうすると油断するんだよ。うん。Thank you.